ついにここまで来たか。アルル、世界から保存を浄化するため、我らノワーレ十二勇士は体内で保存を霊に変換できる特殊生命体ログレスになった。千年前のことですね。そう、全ては歌う石イーサが託戦したことだ。それで未来は救われるはずだった。だがこんなことになるとはな。あんたたちは良かれと思って歌う石を神に据えたんだろう。そうだ。しかし疑問を感じてもいた。自らが生きるための選択を別の何かに任せるのは無責任なのではないかと。ええ、人は自らの行いに責任を持つべきです。我が同胞たちはお前たちの選択に共感した。そして彼ら自身も選択した。お前たちに力を貸すと。流玉石が。さあ彼らと共に行くがいい。お前にはその資格がある。アルルさんは来てくださらないんですか？お前たちの結論には共感する。だが私の心はイーサと共にあるのだ。私はここでお前たちの戦いを見届けさせてもらう。この先にイーサ神がいるのだな。長い傭兵人生でも神と戦うなんてのはなかったね。神と言っても相手はただの石よ。そうでしょ？うん、勇者セシルの敵じゃないよ。なんてさっきは負けちゃったけど。今度はログレスがいるわ。彼らが力を貸してくれる。ああ、こんな戦いさっさとケリをつけようぜ。一度問いかけます。あなたは二つの定理のどちらを選ぶのですか？俺の答えは変わらない。それに対する私の答えも同じです。なら俺はコアを破壊するだけだ。私を破壊すれば人は神を失います。自分たちが望んで生み出した神を。神がいなくなった世界で人がどう生きるというのですか？あなたが神になるまでこの星に神と呼ばれる存在がいたのですか？それはいなかったなら答えは簡単だよね。その時の生き方に戻ればいいんだから。人が私を神に迎えたのは、人が人だけで生きようとした結果戦乱と破壊で絶望したからです。同じ未来を歩むつもりですか？誰が同じ未来だと決めたのかしら。人は単一の存在ではないわ。仮に同じ道をたどることになったとしても、自分たちが選んだ以上自分たちの責任だ。神の定理で訳もわからないまま滅ぼされるよりずっとマシさ。俺は二つの定理だけを羅針盤に進む神の未来より、たとえ暗闇の中でもがいても無限の可能性を自分の意思で選ぶ未来が欲しい。自分の選択が自分の未来に影響する。それが生きるってことだろう。これが兆し。メリディアの因子に見た第三の定理がこれならば、私は何のために今日まで。人は今まで自分の足で立ち上がることを忘れ、あなたに頼ってしまっていた。それは人の罪。でもここから先は人の手に人の未来を委ねてください。嫌です。私は求められるまま今日まで定理を選んできた。だったら私たちも本気で行くよ。
今度は負けないから。一度は私に負けたというのに。今度はさっきとは違う。ログレスたちが力を貸してくれるからな。覚悟しろ。油断はできないな。一気に攻めちゃおう。使命のために。暁に再度攻め。イビア頑張ります。グレンの炎を全てを焼き尽くして。行きます。グレンの炎を全てを焼き尽くせ。油断はできないな。一気に攻めちゃおう。頑張りましょう。大地の衝撃よ。これでイビア頑張ります。グレンの炎を全てを焼き尽くして。無意味。行きます。円盤を降り注げ。無駄です。これで爆炎を荒れ狂って。油断はできないな。ボコにしちゃうよ。頑張りましょう。行きますよ。これに耐えることができますか。暁よ、再動せよ。イビア頑張ります。爆炎よ荒れ狂って。やるしかないか。ボコボコにしちゃうよ。頑張りましょう。連携逆転だ。行きます。宿れ天雷。追加攻撃。見せてやる。やっ出会いだ。グレンの炎よ、全てを焼き尽くして。体をめぐるこの感覚、ログレスの刺激。そうだよ。危険な予感がします。嫌な予感がするぜ。何かしてきそうだよ。危険な予感がします。よく考えてください。千年という時に勝てると思いますか。勝てるか。暁よ、再動せよ。イビア頑張ります。グレンの炎よ、全てを焼き尽くして。油断はできないな。ここにしちゃうよ。頑張りましょう。合体ダブルヤッ。行くぜ。ヤッヤッヤッ。全てを阻む大地の障壁よ。癒しの雨を降り注いで。なり助かる。
じでよかった。暁に再動せよ。それ行きます。リベンの炎を全てを焼き尽くせ。油断はできないな。一気に攻めちゃおう。使命のために。行くぜ。連発。行きますよ。これはほんの小手調べです。行きます。リビア頑張ります。爆炎よ荒れ狂って。行きます。油田の炎を全てを焼き尽くせ。油断はできないな。ボコボコにしちゃうよ。使命のために。負けはしなかったが、このままじゃ勝てもしねえ。これがイーサシンの力。全然答えてないみたい。クソ、なんて強さだ。やはりログレスがそちらにいては邪魔ですね。ログレスが我が手を離れようとも、ログレスは我が断りのもとに存在するもの。我が手に返してもらいます。させるか。ハルス、なんとか間に合ったみたいだね。これが人の意志、メリディアの望んだ未来ならば、私は全力で戦います。私が過ごした千年という月日のために。さあ、テラルク、相手も本気で来たぜ。こっちは総仕上げと行こうや。お前が新種と原種の未来を作るためには、イーサシンを倒さねばならぬ。いいえ、神なんかじゃないわ。ただの石よ。石ごときに負けていたらちょっとカッコ悪いわね。正義は勝つ。正義じゃなくても勝つ。正義を名乗れるのは勝った方だけなんだから。ラルク、行きましょう。人の未来を人の手に取り戻すために。よし、みんな行くぜ。嫌な予感がするぜ。何かしてきそうだよ。危険な予感がします。本気で行くよ。やられると思うな。断りの石よ、その力を彼らに破滅を与える。させません。我が意に集う。この一撃で受けてみろ。これが僕の力だ。任せろ。グレンの炎よ、全てを焼き尽くせ。邪魔だ。弱点は別にあるよ。油断はできないな。一気に攻めちゃおう。どう
れるわけには。癒しの水よ。感謝します。ジェシル攻撃。勇者の奥義、光よ闇よ、勇気の必殺技。止められるものなら止めてみな。ぶっ飛べ。危険な予感がします。
くよ。あっ、決める。命ずる。過ちを認めぬ者たちへせめてもの鼻向けに。ダメだ。リフィア、頑張ります。無恋の炎よ、すべてを焼き尽くして。嫌な予感がするぜ。出てきそうだよ。危険な予感がします。終わったのか。終わり、そう、終わりの時が来たのですね。ああ、俺たちの未来を俺たちの手に返してくれ、リューズ。